professional baseball keeping you satisfied with Japan series。取らなきゃいけない、また取れなきゃいけないんですね。そういうのを残した後ってのはピッチャーがすごく嫌なんですね。そうでしょうね。まあ声の連携がね、人とあれば済むことなんですからね。うん、まあ、高橋があの自分で入ろうか正田にトスしようか迷いました分ね、あのファーストの送球は焦りましたね。ああそうなんですか。レフトへ、いやセンターが左中間いっぱいのところ入ったか、入ったか、入った、ホームラン、秋山同点ホームラン。左中間一番深いところに打ち込んだ秋山、同点ツーランホームラン、2対2。起死回生の一発が出ました。ご覧のように中外で秋山、トレーナーの秋山選手のホームランは清水さん第2号でございます。バッターはホームベース手前で中外にも見せました。秋山同点ツーランホームラン、試合を振り出しに戻しました。6回裏西武の攻撃、3番秋山は巨人との日本シリーズは初めてだが、第1戦で2安打を放ち緊張は解けていた。石本大1球を投げた、初球打った、これが試して左中間の打球だ、レフトが見送っている、ずっと伸びて入った。秋山はダイヤモンドを回りながら王監督の姿を見た。尊敬する人の前でアーチを描いたのが嬉しかった。第2戦で左中間スタンドへ打ち込みました。三塁を回って今ゆっくりとホームイン、日本シリーズ秋山3本目のホームランであります。これで2対0となりました。トランプが長いという話が出ましたけどもね、はい、打ち出した時にドンドンドンとまとめてくるんですか。そうですね、打ち出すともう続けてね、来ますからね。直球を左中間に、ほぼ手応え十分でした。第1号14打席目に出たホームランです。もうとにかく秋山にすればこれ最初のヒットで最初のホームランですけども、気持ちからすればあの辺で得意のこうあのバック転かなんかやってみたいところだったでしょうね。まあ初めて自分のスイングで打たせてもらったというね、打席でしたね。これはね、秋山がね、苦しかったよと、このまま終わったら優勝の記念の写真集に載せてもらえないのではないかと思ったと言ったそうですけどね。さてこのスイング、そしてこれは秋山の第1号ホームランですけども、これやや着地に失敗しまして 9.70 ぐらいだったと思うんですけどね。しかし高田さん、このバッティング低めの球でしょ。いや難しい球ですよ。もともとインコース強いんですけどね、シュート狙う休みもなくコンスタントに終始シーズンの初めから打っていたなという印象がありますが、投げていていかがでした、今シーズンの秋山の印象は。僕はホームランも行かれてましたね。結構打たれてるんで、はい、その秋山のホームランがレフトスタンド中段よりもやや上に飛び込んでいきました。豪快なホームラン構成、清原、デストラーデ、そして秋山、この主砲3人にホームランが出ました。ホームインです。 AKD アベックホームランということになりました。今シーズン僕もよく打たれておりますからと野茂さんにお話を伺っているさなかに出ましたのが秋山のツーランホームラン。といってもうちの打線のキーポイントはこの秋山だと言っている森監督、今日4回目のアットバット。あ、真ん中高く上がった、左中間、これはどうやら行きそうです。西武が先制、秋山に出ました。このシリーズの2本目のホームラン、高々と秋晴れの広島市民球場の左中間に上がりました。秋山らしい素晴らしいホームランが出ました。ただいまの秋山選手のホームランはシリーズ第2号でございます。柳井さん、実にですね、はい、乾いたカーンという音が響きましたね。そうですね、スムーズに出ましたね。あ、バッターはここまでのですね、この3打席全部1球目インサートから入ってるんですよ。あ、おそらく達川が計算からするとそろそろもうホームランが一番怖いわけですから、それでおそらく外野のスタンドからウェーブが起きています。
広島球場ではすっかりおなじみだったウェーブです。さあこれは大きい、文句なし、ホームラン、高々と上がります、ホームランです。秋山らしい豪快な一発、秋山のスリーランホームランが出ました。日本シリーズ通算第8号のスリーランホームランです。この回西武一挙に5点、6対1です。西武球場花火が高々と上がります。豪快な一発、山本監督無表情、ワンツーです。バッターの秋山にとってみますと、ここは比較的気楽に打てる場面です。行ったか、行ったか、ファールか、入った、シリーズ対4号のホームラン、秋山この場面でホームランを放ちました。シリーズ対の4本、 ON に並びました秋山。さすが秋山、MVP に一歩二歩前進する日本シリーズのタイ記録を放ちました。あるいはここでバック転があるか、あったあった、バック転、勝利の雄たけびのようなすごい当たりのホームランバック転でベースに届きませんでした。秋山はもう一回ベースを確かめるようにポンと足でつきました。西武ライオンズのベンチ、表情でナインと握手を交わしてまいります秋山。いやー東野さん、はい、とうとう秋山の一発出てきました ね。そうですね、今その何て言いますかね、伏線には僕はね、初球カーブスライダーね、非常に際どいとこいいとこ行ってるんですよ。悪い時は秋山振ってますよね。それやはりうまく見送ってカウントの落ちでしょう。でこれで側面通り、働いてくれるとこのシリーズはまたちょっと、はい、さあ打球が上がったぞ、センターが追ってって入りました、バックスクリーン、大きなホームラン、シリーズ第1戦でやはり主砲の一打、一発が出ました。曇り空に花火が光ります。その差3点、ようやく大きく湧いてきました、西武応援団。左中間、これは大きい、諦めました、レフトセンター諦めた、秋山らしい豪快な一発です。秋山にホームランが出ています。日本シリーズ、このシリーズ第2号のホームランです。秋山が胸を張ってホームインです。これで7対1となりました。西武のベンチが、先ほどはゲッツーでした、
城島と続いていきます。さあ先ほどちょっと乱れた、あっとしげた高橋上がった、大きい大きい、さあどうだ、入ったか、秋山ホームラン。選手権は地元福岡大栄に入りました。初球は持っていきました。秋山見事であります。さすがは経験者、小さくガッツポーズ。これで日本シリーズ14本目のホームラン。選手権は大栄です。いや貴重な1点はホームランで入りました。まあ先ほど5回の裏、中日のシーズンの直前まではありました。また行ったのか、2試合連続ホームラン。まだリードしている中日、しかしあっという間に1点差。2試合連続の第2号、秋山自身この日本シリーズはこれが15本目のホームランになります。スライダーでしょう、ツースリーから。秋山に投げちゃいけない球ですよね。だからバッテリーが本当にね、まだ相手の打者をどう攻めたらいい。